何これ真ん中は何だろうな。あ、スポーツドリンクが入ってる中に。わあ、ここで運動するのか。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、よーし、秋戻ってみなされ。下に降りて行きましょう。これ食堂だ。美味しそうなパンがいっぱい並んでる。あー、ここ村人さんが牢屋に捕まってる。牢屋に入ってる。かわいそう。あ、斧だ。なにここ、すごい、なんか、なんかすごい斧がいっぱいあるけど、これなんだろう。あの、試験の時に倒すのかな、これで。うまい、おいしい、おいしい。神、この肉何肉か分かってないんだって。ここにも刑務、あの、村人が捕まってます。めっちゃいっぱい村人捕まってんね。確かに。あれ、ここで次は3階に行きたいと思います。3階はちょっと作業場で、まだ作り途中だ。うん、ゾンビ怖っ。ほら、ここが3階です。なんかよくわかんないけど、鉄の山があります。ここはスケート場でもあり、 ここの穴を掘って釣りをするところでもあります。エンダーチェストに、あ、でもあれ、監視エリアは設計済みなんだけど、まだ作ってないんだよね。確かに作られてないね。こんな感じです。ここ本気で出れないの。本気で出れないんです。確かに、そういえば。ということで、今回は僕とスーザンとアキと、あ、スーザンのお母さんが、ね、作った家を紹介していきました。動画がいいねと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アキ何やれ。